はい、えー、今回ですね、お問い合わせフォームからお問い合わせいただいたので回答していきたいと思います。えー、横浜セミナー参加やコンプリートボックスを購入させていただきました。ありがとうございます。 これからネットビジネスは本格的に開始しようと思っています。えー、まずメルマガアフリエイト用のリストを獲得のため、無料レポートの試案中です。ここから本題ですが、有料単発有料コンサルを受け付けていますかと、例えば下記の質問に有料でお答えいただくことは可能でしょうかと、以前、ダイレクト出版のリッチ・シェフ・レンの本をお勧めしていますが、現在のお勧めの本、何冊か、無料アフリエイトのものが望ましいと、まあ、アフリエイトできるものですね。 まあこれは単純にダイレクト出版の ASP に登録すればいいんじゃないですかね <laughs>。まあ多分ね、あの、リッチザイやつは、この、あのー、多分無料お試しで、無料お試しだが無料で送料550円か。まあ無料で配りますよと。で送料550円ですよっていうやつなんですけど、あれで多分アフ,アフリ補修2000円とかだと思います。まあスーパーは2500円とか3000円かな。まあそれはアフリート、ダイレクト出版のアフリートセンターに登録すればいいだけなんで。うん。あと、 本に関しては、おすすめな本はあります。あるんですけど、それは僕が読んだ本ですから。うん、まあ、それ、以前にもお、お客さんから吉谷さんのおすすめの本を教えてくださいって言っても、全部結構がっつり撮ってるやつがあるので、この YouTube の下に、の僕のおすすめの本の解説している動画がありますので、そちらを見ていただくといいんじゃないかなと思います。結構古いです。だから古いので、みんな知らないですね、多分うん。 2番、無料レポートの作成に達した吉谷さんの過去の動画の提供。その動画の内容をもとにレポートを作成するため、自分展開してこんな感じです。適した。あ無料レポートの作成に適した吉谷さんの動画の提供。まあ、これ勝手に使ってください。僕は、あの、無料動画でも1万6000本あって、もちろん全部が全部じゃないですよ。あの、ネットビジネスの話してるわけじゃないんですけど、 まあ今をつ、今一般でわかりやすくやってるのが、ああ、再生リストで言うならば、僕の R34 マガジンのトップ、R34 マガジンの PC で見たらトップ画面見やすいと思うんで、トップに行くと、あの、載せてるのが、ええー、情報企業って、情報企業っていうのがあります。情報企業ね。で、その情報企業でいろいろと、 軍資金ゼロから始めるマネタイズ方法、セールス方法、自動で収益を上げる方法、コンテンツの作り方、売り上げを2倍にする方法、うん、営業の神、加賀田明先生の教え、月収100万を達成する、達成させる7つのステップみたいな感じで、もう無料で情報企業の動画あるんで、それパクって使ってください。うん。まあ、あとはね、情報商材完全バイブル、僕が本出しましたけど、この本ですね。 こちらの本を出版して,出し,てます出しましたけどこの本をどうやって出したのかっていうと動画を僕作ったんですよ。で動画を作ってその動画をその書き起こしてもらったんですねライターさんに。でその原案の動画ですねで原案の動画は今無料でアップスロードされてますのでこの動画をえーライターさんにあの渡しました。 で書き起こしてもらってで後で僕でチェックして修正したりとかやってましたんでまあその情報商材完全バイブルっていう動画これもえ第一章 SNS で集客する方法無料でリストを獲得する方法リストを教育するメルマガ売れる商品の作り方一対一で売れる究極のテクニックセミナーで売る究極のなんちゃらセミ情報商材とは売れるセールスレターとかね まあ、講義ありますんで、まあ、これは、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、まあ、トップに今出してるのが、この2つの再生リストが、まあまあ、コンテンツとしてはいっぱいあるので、まあ、これだけで14本ぐらいありますよね、15本とか。なそれレポートに書き起こしてもらって、使ってもらってもいいですし、まあ、他の再生リストいっぱいあるんで、まあ、僕の動画の再生リストっていうところ行って、いろんな、まあ、商品売るたびにんかいろんなこと話してるんで、 まあ、使いそうなやつパクって全部使ってもらっていいですよ。めちゃめちゃ再生リストありますし、無限に。無限ではないですけど、そう、再生リストだけでも何百個もありますよ。だから、使いそうなやつ使ってください、全部。まあ、著作権フリーですから。うん。だから、これはまあ、僕が運営してドリアカでもパクれっていうことを言ってるんですけど、あの、なんか、パクるって聞くと、著作権大丈夫ですかみたいな話あるじゃないですか。僕は、あの、著作元が、もうどんどんパクれって言ってるので <laughs>、何の問題もないです。 だから、いちご一句書き起こして使ってもらってもいいですよ。僕が許可するんで。いちご一句。いちご一句書き起こして。その代わりですよ。動画をダウンロードして、動画をダウンロードして、こう、なんか違法に使う。違法というか、まあその、そのまま完全なる僕のもの、コンテンツをなんか使うのはダメですよ。ただ、自分で勉強して、それを使う。まあ、一応自分のフィルターを通すっていう。で、それが自分のフィルター、手を通すとはね。 わかんないですけど <laughs>、まあ一語一句一緒でもいいですよ。うん。はい、まあ結局そのいい、いいものがシェアされればいいくないですか単純に。いいコンテンツが世の中にシェアされればいいことですよね、それ。悪いこととかいいことか、いいことじゃないですか。だけど、そのいいことをやろうとしても著作権がどうのこうのってなんかいろいろあるので <laughs> ない、いねえと。かあのどんどんいいと、自分がいいと思ったら、どんどん使ってくれっていうのを僕は言ってます。 で僕は無限にコンテンツ作れるんで。だから、いくらパクられても、そのパクられた1000倍コンテンツ作れますから、僕。どんだけパクられようが、僕、その人の1000倍コンテンツ作れますから、全然問題ないです。何の問題もないです。無限に作れるんで。も、もはや、パク、消、勝負するみたいな。僕のコンテンツのスピードアップについてこれるかっていうぐらい、ぐらいの気持ちでやってますから、何の問題もないですね。うん。はい。 でまあんとまあ、本題の,そのなんだ、えー、有料コンサルですね有料コンサルは受けてないですね、単発とか今。基本的にもうコンサルは、ね、あんまりやりたくないですよ、僕。だこの前、募集ちょっとしましたけど、えー、もう募集したし、この前。であのメインの僕の、えー、コンサルっていうのは300万なんですね、今。180万、えー、まず50万、100万、180万、ここまで売ったんですよ。 で180万売ったんで、今300万なんですね。個別コンサルはね。うん。で、ドリアカも今どんどん値上げしてますけど、個別コンサルも300万売れたら、もうあの今度600万です。で、600万売れたら1000万です。もう決め、これ決めてるんで。で、それぐらいの価格でやってます。コンサルはね。ただ、マフィア D っていう企画を僕作ったんですよ。去年かな。で、それは、ある条件というかね、なんか条件でちょっとその安くして販売させて、 するっていうのでやってますけど、それをあのこの前販売したんですけど、もうちょっと当分はやらないですね。うん、要はもう時間使うんで、あんまやりたくないですよ。うんうん、な感じですかね。だからまあ正直、コンサルの募集、マフィア D の募集とかは僕が気が向いたらです。気が向いたらです。<laughs> これは申し訳ないですけど。うん、なめっちゃ手間かかるんで。 うん、だからお互いにスケジューリング合わせて、僕もそのスケジューリングに合わせて、その日の抑えないといけないんで、もうこれが嫌なんですよ、本当に、自由に、自由に行きたいのに、分かりますその日の時間帯抑えられるっていう、これがもう苦痛なんですよ、僕は。でも苦痛だけど、なんでやったのかっていうと、単純に売り上げです、はい。僕は借金、今年返しましたけど、やっぱ借金返さないといけなかったんで、なんで、やりたくないこともやりました。 だけど、ちょっと、ちょっとだけですよ。ちょっとだけ落ち着いてきたんで、借金返済したし。だから、そんな無理やりやりたくないことやらなくてもいいかなっていう。僕は別にコンテンツ販売、これからもどんどんしていくんで、コンテンツ販売で売り上げ作れればいいかなと。だから、コンサルに関しては本当に高額でもいいっていう人、もう300万払ってでもいいっていうぐらいの人じゃないと、正直あんまりやりたくないっていう感じですかね。うん。まあ、コンテンツは売るんで、別に。まあ、だから、教材勉強してやってくださいっていう。 別に買わなくてもいいし、無料の動画も別に公開しますし、買う買わないも自由だし。で、売るんだったら教材をメインに売っていく。まあ、塾がメインというかね、感じですかね。もう、ワンツーはね、正直あんまやりたくないですよね。本当に。うん。まあ、今抱えてる人もいてるので、これ以上、まあ、さっきこの前募集しましたし、これ以上増やしたくないですし、うん。コンサルに関しての考え方は僕はそんな感じです。ただまあ、要望があったんで、うん 気が向いたらやるかもしれないです。<laughs> まあ僕結構ニー,ズがニーズがあったらすぐぶつけるみたいなね。もうこれ結構僕やるんで。うんただ、今月は無理ですね。さすがに。<laughs> ドリアカ売るんで。うん。まあ来年気が向いたらちょっとやるかもしれないですね。いあの声は一応いただいたっていうことなので。うん昔やってたんですよ。もう4年前ぐらい。4年前ぐらい何やってたかっていうと、1日コンサル5万円ですかね。 1>, 1日コンサル、まあ、今、コロナとかなんで、対面はもちろん無理なんで、あれですけど、1日5万でやりますよ、つって、まあ、その代わりその時は東京いたんですけど、東京まで来てください、つって、それでよかったら5万でやりますよ、つって。で、対面でコンサルやりましたね。それ、それはまあまあやりましたね。まあ、対面なんで、やる気ある人しかやっぱ来ないじゃないですか、さすがに。だから僕も面白かったんで。うん まだから過去にやったその単発は1日5万みたいなことはやったことがあります。ただ今コロナなんでそれはちょっと難しいですよね。うん、直接。だ僕もその1日だけなんで、まあ、1日で5万だったらまあやってもいいかなっていう感じですよねで。それで終わりですから。だからその時は遠いところだと大阪から3、4名ぐらい来てくれましたね。大阪からとか。まあ、大阪は多かったかな。うん 5万払っててわわざわざ来てくれましただから大阪からね5万払ったね1日だけですよやる気ある人しか来ないですよね、うん、僕も直接会,う会ってこうお話しするんだったらもう本当にやる気があるそれぐらいのやる気ある人じゃないと、うん、まあもちろんそのお金の部分でそのそれをさじをね測るのはどうかっていう意見もあるかもしれないですけどまあ一つのねまあ、指針になりますからそれはうん はい、ということでいただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。